皆様こんにちは。本日は海外でも人気のあるアトミプレミアムルテイン30についてご紹介いたします。皆様は普段スマホやテレビ、パソコンなどをよく使用していますか？ほとんどの方はこういったモバイル機器を長時間利用し目を酷使していると思います。総務省の調査結果では、国民のおよそ 83% 以上がスマートフォンを利用しているという結果が出ています。皆様はモバイル機器から危険な光が発せられているということをご存知でしょうか？このスマホやパソコンなどから出ている光のことをブルーライトと言います。ブルーライトは強いエネルギーを持っており、角膜や水晶体で吸収されることなく網膜まで到達してしまうので、目や体に大きな負担をかけてしまい、これを浴び続けると眼精疲労やドライアイを招く恐れがあると言われています。ブルーライトは近年急速に増加しつつある加齢黄斑変性の原因になる場合があるとも言われています。網膜の中心部にある黄斑とは、物事の認知や色の区分、視力に重要な役割を担っています。加齢黄斑変性は中年期以降で特に多く見られる眼病で、黄斑がダメージを受け見ようとするところが見えにくくなる病気です。黄斑がダメージを受ける原因は老化や生活習慣の乱れ、不摂生、そしてスマホやパソコンなどによって発生するブルーライトの影響が指摘されています。このような眼病になる前に生活習慣の改善や定期的な眼科検診を受けることが必要になってきます。ですが、生活習慣の改善や定期的に検査するのってちょっと大変ですよね。そんなあなたに目の健康を応援してくれるルテインをぜひ摂取してほしいです。ルテインはマリーゴールドの花びらから抽出されるエキスに含まれています。テレビやスマートフォンなどから発せられるブルーライトを吸収し、網膜へのダメージを軽減してくれるので、眼精疲労や加齢黄斑変性などの眼病を予防してくれる効果も期待できます。そしてルテインは物を識別するコントラスト感度の改善をしてくれます。コントラスト感度とは、このようにピントを合わせたり薄い色の違いを識別してくれる機能です。ルテインは現代社会で酷使されがちな目にとって救世主ともいえる成分だということが分かりますね。そんなルテインはもともと人間の体の中に存在していますが、実は体内では合成することができない栄養素です。そのため日頃の食事やサプリメントからルテインを摂取して目や体の健康を維持することが大切になるんです。ちなみにアトミプレミアムルテイン30に含まれているルテイン 30mg を食事のみで摂取しようとすると、なんと卵を120個も食べないといけないんです。そして同じ量を飲んだとしても、アトミプレミアムルテインはたった一粒で手軽に効率よく摂取できるんです。どちらを飲んだ方がお得かもう分かりますよね。ここからは現代人にとって欠かせないルテインがたっぷり含まれているアトミプレミアムルテイン30の強みをご紹介してまいります。アトミのルテインは世界から安全性と有効性を認められたアメリカのケミン社のフローラグロールテインを使用しています。マリーゴールドの花びらからエキスを抽出し結晶化する技術は特許を取得しており、様々な国で健康食品の原料として使われています。アメリカでは安全性が最優先される赤ちゃんの粉ミルクにも含有されるほど安全性と有効性が認められています。そして厳しい基準で栽培された天然のマリーゴールドの花から抽出、精製、結晶化する特殊技術を用いることで高純度精製されたルテインになります。アトミではこのルテインを業界最多レベルの 30mg も含有し、さらには飲みやすく小さいカプセルにぎゅっと栄養素を閉じ込めました。その他にも夜間の視力維持や皮膚や粘膜の健康維持を助けるビタミン A、 タンパク質の代謝に関与し健康促進を促す亜鉛、
視力改善、抗糖化などの効果がある6種類のベリーを使ったベリー抽出物も配合されています。そして植物性ゼラチンカプセルなので吸収が早く、ゼラチンアレルギーの方でも安心してお召し上がりいただくことができます。アトミプレミアムルテイン30の魅力はお分かりいただけましたでしょうか。日常生活でパソコンやスマホを長時間使用する方や夜間の運転などをされる方は、アトミプレミアムルテイン30で鮮やかな毎日を過ごしましょう。